ダスキーティティは、哺乳高霊長目先かプレクチュラシーバス属に分類される霊長類。プレクチュラシーバス属の模式種南アメリカ中央部の熱帯林、川辺林に生息。長い毛で茶色が多く、色の濃淡がいろいろある。もこもこの体をしているウサギくらいの大きさであり、一歩一歩性を取るのが特徴である。尻尾を絡ませ寄り添う姿が、とても可愛らしい。 毛深い体に太陽を持つが、尾に把握性はない。ペア型の社会構造を持つ。二頭の猿が尾を絡み合わせる行動がよく見られる。果実や葉、昆虫などを食べる。ブラジル頭部から胴体にかけては、炭鉱色や灰色、暗褐色の体毛で覆われる。耳から顎にかけては赤い。1990年に、それまでの本種の足をすべて独立種に分割し、 キューティティ族カリシーバス内では、ブラウンティティシーブラニウスシーキャリガートスハイイロティティシー、シナレシエンズレッドティティシーキュープリウスシーリビアス、ホフマンティティシー、ホフモンシーマスクティティシーパーソネーティスらと共にマラック、グループを構成する説が提唱された。1999年のコインブラティティシークアンブライの新種記載にあたり主に蒸気の分類を踏襲しつつもマスクティティの足を 独立種とする説が提唱され、この分類では属内では、ハイイロキテ,ィティティブラウンティティホフマンティティラと共にマラック、グループを構成する説が提唱された。2016年には、核 DNA とミトコンドリア DNA の分子系統推定から、カリシーバス属に5種の実を残し多くの種を本種を模式種とした新属プレクチュラシーバス属へ分割する説が提唱された。定置にある、 熱帯雨林に生息する。ペアとその幼獣からなる群れを形成して生活する。分類の変更などに伴い競技の本種の分布域は今まで考えられていたより狭くなっているが、生息数の推移に関するデータもなく2021年の時点では種として絶滅の恐れは低いという扱いとなっている。森林伐採やダム、道路建設。 工業での採掘などが原因の生息地の破壊による影響が懸念されている。1977年に霊長目単位でワシントン条約付属書機2に掲載されている。ありがとうございます。